皆さんこんにちは、岡八リノベーションです。今回はですね、久しぶりに築38年住宅の現場に戻って2階のルーム3の解体を行っていきます。前回の動画で触れた通り、天井材がですねアスベスト含有の可能性がある建材だったため、解体にかかる前にレベル3のアスベスト対策を行います。まずは装備からですが、新たにこのようなものを揃えました。まずは防塵ゴーグルですね。曇り止め加工がしてあるダブルレンズのものがおすすめです。ゴーグルは曇りとの戦いなんですよね。本当はですね、空気孔のない密閉タイプがいいのかもしれないんですが、汗で曇るとかなり作業が滞ってしまうので、空気穴のついているタイプを購入しました。解体はできれば寒い冬場に行うのが良さそうです。次は防塵マスクですが、囚人効率 99.97% でレベル3より高いレベル2のアスベスト対策に使えるマスクです。このタイプのマスクは初めて使ったんですが、使い捨ての防塵マスクよりも呼吸がとても楽です。あとですね、匂いも通さないのが思いのほか快適でした。塗装作業なんかにも良さそうですね。フィルターが取り替え可能なので、今後も何かと重宝しそうです。除染やアスベスト作業用の使い捨て防護服です。不織布のような素材で軽くてとても動きやすいです。手袋はですね、簡単にホコリを払えるゴム手袋か、使い捨てにするなら軍手などでも良いと思います。こちらはガーデンスプレーですね。アスベスト飛散防止のために建材を濡らすためのスプレーです。屋内なので当然ですね、ジャバジャバ水をまくことができないので、水を霧状に噴射できるなるべく安い道具を探してこれに行き着きました。容量はですね、7リットルを購入したんですが、結果的に言うと3リットルぐらいでも十分だったと思います。あとはガラ袋ですね。はい、それでは早速天井を解体していきます。まずはアスベスト飛散防止のために天井材に水分を含ませていきます。ちなみにですね、窓は全開で、ホコリを逃がしながら作業したいところなんですが、近隣への飛散を防止するために閉めて作業しています。割れた断面からポロポロ飛散しやすいので、断面をですね、重点的に濡らしながら作業していきます。手作業で丁寧に剥がして、すぐに柄袋に入れていきます。掃除もですね、まめに行ってます。6畳程度の部屋で天井の廃材は柄袋4袋分でした。2階は屋根天井にするので、天井材が剥がせたらノブチとノブチ受けを撤去していきます。だいたいですね、2時間程度で天井の撤去が完了しました。天井にですね、ちょっとシミがあって心配してたんですが、雨漏りはないようで良かったです。続けて1階の LDK の解体をしていきます。なんとかですね、1日で終わらせたいので頑張っていきましょう。キッチンの釣り戸棚も撤去します。これはですね、再利用しないのでハンマーで壊していきます。金属と木具を分別して廃棄します。ノブチとノブチ受けを撤去していきます。
これはですね撤去しないでそのまま天井を張ってもよかったのですが、一回もですねできるだけ天井を高く取れるようにしたかったので落とすことにしました。もともとの天井高は 235cm でしたが、リニューアル後は 245cm 程度は取れそうです。たった 10cm の差なんですが、これがかなり違ってくると思います。ノブチの端が石膏ボードの壁に挟まっています。壁はですねそのまま使うので手間はかかるんですが、1本ずつ取り外していきます。ノブチ受けは再利用するので、こちらは丁寧に落としていきます。最後にですね、壁際のノブ中継を外していきます。電動ノコギリの刃に木材が噛んで折れてしまいました。これはショックです。買え刃がないので手ノコで頑張ります。買えばはですね1000円近くするので大事に扱わないとダメですね。バールを使うときは石膏ボードを傷めないように当て木を敷きます。なかなかですねハードでしたが、なんとか1日で終了しました。天井材とグラスウールの総重量は 190kg、 廃材処分費は 1kg40円で合計8000円程度でした。軽トラックにですね全部詰めなかったので木材系は後日捨てに行くことにします。最後までご覧いただきありがとうございました。まだまだ解体作業は続きますが、次はですね1階の床と和室を解体していきたいと思います。ぜひですね次回もご覧ください。